はい、皆さんこんにちは、ダイダラです。マリオカート8デラックス、今日もやっていきましょう。今日よろしくお願いします。ということで、今日も、200cc やりましょう。 200cc 難しい、早い。前回キノコカップをね、キノコカップめちゃめちゃ苦戦してたと思います。そうです、めちゃめちゃしんどかったです。で、今回はとりあえずなんかいろんな別のキャラクター使ってやっていきましょうか。とりあえず軽量級がいいかな、今日は。ね、いや、ちょっと待ってよ。軽量級でもね、なんかベビールイジにしよう。ね、ベビールイジ好きだよ、俺。さて、ベビールイジで、なんか前回ね、スクーターゲットしたんだよ、確か俺、スクーター。どれだったっけな、マッハ GP でもなくて。あ、あった、これだ。着せ替えスクーター。なんかお前、ワイルドだ、乗るな。これキャラクターによってね、いろいろ着せ替えされるっていうスクーターなんですけど、ちょっとこのスクーター使って今日は行こうかと思います。じゃあとりあえず、ルイージっぽい感じの可愛いのがいい。でもルイージといえばクッパかな？いや、違うか。とりあえず、この雲にしておきましょうか。黙々バルーンで。よし。それでは今日はこのフラワーカップ、頑張っていきましょう。よろしく。頑張るぞーい。まあ、フラワーカップぐらいだったら、いけるんじゃないかなっていう。でも前回キノコカップでダメだったからダメだな大丈夫かな。コンピューターがとりあえず普通に強いんですよ、この 200cc は。ですので、ちょっと負けないように頑張りたいと思います。よし、行きましょうか。でも 200cc どうなんだろう、軽量級よりもスピード重視の方がいいのかな。さあ、スクーターです。まあ、カートとはちょっと違うんですけど、うわ、速いな、やっぱよカードとはちょっと違って少し違和感はあるので、あー、なんか赤コーラ捨てちゃった。まあいいや。よし、さあ今夜もう10枚持っております。このままキープしていきたいですね。ということで、さあもう赤コーラやってきました。引きません。よいしょー。さあコインは奪われる、どうでもいい。さあ2周目突入。さあ1周目特に問題なく普通に走れております。おっと、ブレーキ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 、しっかりブレーキもね完備しておりますので、まあ、多分問題なく走れるかなと思います、このままだったら。よし、このステージは走りやすいね、やっぱ。うおーっと、さあとりあえずバナナ装備しておきましょう。赤コーラが速いってことはないからね、このゲーム。赤コーラがむしろ当たるのがちょっと遅いみたいな。さあちょっと最悪ですね、これはよし、おー。さて、後ろとはちょっとだけ差ついてるかな。でもそんな差はついてない感じ。いてて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 、ちょっとコイン回収しなあかんか、これ。ちょっと回収しながら行きましょう。とりあえずおまり、よし。さあコインゲット。うおっと、でもコインいらないんだけどな。さあバナナカード3つつきましたので、これで何があってももう大丈夫でしょう。おう、さあゴール手前ね、パックンフラワーの砲撃ももう食らいません。ちょっと待てー待って、抜かれる抜かれる、待て待て待て、あぶねー。今、後ろにいたよね、まあ、完全に横に。あ、でも全然違う。あいつ、周回遅れかよ。骨クッパ。マップ、ちょっと直前マップ見てもらったら分かると思うんですけど、真後ろにいたんですよね。ですけど、2周目って今回、このゲーム見えなくなってるのかな、なんかよく分かんないっす。はい、ということで、1戦目は楽々勝利。ね、ブレーキングドリフトさえできたら、200cc も問題なく走れそうです。ブレーキングはね、もう前作で覚えたんだよ、200cc の。ほんとね、覚えないとね、勝てなかったんだよ。当時って、そんなやってなかったけどさ、200cc。初めてやった時さ、なんか全然曲がれなくてさ、マリオカート 200cc。ほんとやばかったわ、あれ。よし。うわー、ちょっと待って待って、ビビった今の。一発でそんな超えちゃう感じ？ねえ。おー。ちょっと、君、やめてください。さあ、上走りましょう。うわ、コイン取れねえ。早い。早すぎるだろ、これ。よし。さあ、1位です。コイン取りたいけど怖いの、事故怖いので取らない。さあとりあえずタイムアタックとほぼ同じルートで走っていけばいいかなと思ってますので、そんな感じでいきましょう。おお、曲がれ曲がれおっと、ちょよっしゃいはい、さあでもコインはじゅわーっとと赤コーラ来てるけど、赤コーラは通り過ぎてったと前です。上と下のルートがあるからな、これは。うわー、落ちた、ちょ、最悪、今、止まりやろ、完全。まあまあ、いいですか。さて、2位との差は、まあ、ぼちぼちついてますね、この感じ。
これぐらい差ついてたらだいぶ安泰でしょ。変な事故がない限り。怖いよ、変な事故がない限りって。絶対変な事故起こるからね、ほんと。よし、さあまだまだね、向こうはあの、おーっと二股のところあたり、おーっと、ちょっと事故ないように行きましょう。事故ってますけど。怖い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 。よし、最悪。さあ三択、まあまあいいでしょう。とりあえず上から行きましょう。俺こっちのルート好き。よし、とりあえずコイン使ってマックススピードにしておいて、早くでかくない。よしよしよし、いいぞいいぞ。さあこっからここから、おお怖え、ここのドリフト。よし、さあアイテムをしっかり獲得でき、コインも10枚ある、大丈夫。さあ最後アイテムはコインでしたが、しかしおかしい。よし、1位でゴール。圧倒的差をつけてしまった。敗北を知りたい。問題ないじゃん。まあでもね、ここまでは順調。でもね、残ってるコースが割と苦手。詰まるところどうなるのかってところをね、見ていただきたいですね。さあ特に一番最後のね、ヘイホーのところがね、ちょっとやばいかなと思ってます。あそこのね、一番最後のあたりのコーナリングがね、落ちるところが多いですので、そこがちょっと怖いですよね。まあそんな先のことは置いといて、まずはこのレース一本集中いきましょう。気合入れていきます。おー、早い早い早い。さあいきなりコイン、コイン回収もうまくいかぬ。コンピューターがショートカット使ってたよ、今の。どう思うよ、これ。全然ショートカットした悪い子にお仕置きや。ガードしてきたぞ、あいつ。お前もお仕置き。あ、抜いた。ベビーマリオやっつけてもらった、今。ごめんな。お兄ちゃん、ごめん。俺が悪いと思ってる。おし。ああ、もうどんだけ膨らむね、それ。もうちょっと。さあ、赤コーラを。君今バナナ置いたから赤コーラ食らっちゃったね、どんまいです。さあ後ろから変な緑コーラおじさんがいるので、怖い。コンピューター緑コーラ当てんのもうめえからな。理不尽だよね、ほんと。わーっと、でまたショートカットした来た人をやっつけるが、ちょっとドリフト失敗。危ない、怖い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 。来ないで来ないで。あー、もうここもスピードで乗るところはね、ドリフトがマジむずい。よし、あえてね、自分でスピード落とすのもありかもしれない。これ下の方がいいじゃね、むしろ。なんか、スピード出ちゃう、出すぎるから、ほんと。200cc のいい立ち回りがわかんないよね。まあ、とりあえず、ぶつかって止まることが一番ダメですので、それを回避するように走っていきましょう。いいね。全然いい、全然いい、ここは。よし。さあ、赤コーラがやってこない？ちょ、待って待って待って、ぶつかりすぎ。さあ、2位がもうすぐいるね、後ろに。お前赤コーラ3発だけで来たでしょ、今。あ、でも俺じゃないかな、今度は。よかったよかった。来い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 。よし、さあしっかりとアイテム回収。いいぞいいぞいいぞ。下から行きましょう。オッケー。さあ、ここまで来ればもう安泰ルートでしょう。というわけで、ゴール。フィニッシュ。2位のラリーか。いいじゃなかった。ラリーが結構後ろにいたから怖かったね。ということで、3戦連続1位でフィニッシュ。さあ、最後のコースと行きましょうか。一番の問題点。スピードが乗る、水のところから。水のとこ問題ないか。やっぱ、水の、ね、ところを滝を越えてジャンプした後の、走りが多分勝負の分かれ目だと思います。で、大丈夫かな？ちょっとコースを覚えてない人はどこか言うわ。やばいところ。序盤は特に問題ないから、マジで。ただちょっとね、高速コーナリングが続くので、あ、やばいよ、ここも。やばいよ、ここも。ブレーキングかなりいるわ。よし。さあ、ドリフトしっかりしていくけど、痛いよー。え、あ、ちょ、待って待って、やばい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 。ずるい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 。それ、滝のところでそれ食らうと、さすがにやばいよね。よし。さあ、この滝を越えたところです。ここですね、問題点は。さあ、問題点のここは、しっかり上に行って、うわー、ちょっと待って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 、ぶつかりすぎ、ぶつかりすぎ。ちょっと嫌がらせやめろって、それ。よし。まあ、曲がりきりで。さ、今のショートカットが使えたらいいんですけど、多分普段は使えないでしょ、これは。よし。うわぁ、ダメだ、ここ。やばい、このコースマジ苦手なんだって。俺、タイムアタックでね、ここ練習したんですけど、コンピューターにもね、割と負けたりするぐらいね、苦手なコースでして。ちょっとそこら辺の立ち回りだけ、苦労しそうな感じがしますね。さあ、コイン使って、6枚。うわー、まあ、3枚になっちゃった。うーし。あ、これ上行けるか。よしよし。
あっと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 、あ、これダメだ、落ちる、絶対落ちる、絶対落ちる、イエーイ今のはやらん方が良かったな、完全に。あのね、ちっちゃくなってる状態じゃなくて大きい状態だったら多分いけるんですけどね。でもちょっと待ってね、さすがにこれはまずいので、あ、やべ、後ろから赤コーラ来るかな。まあいいや。うわー、バナナ、いいとこに置くや、もう最悪やぞお前マジで。ベビーマリオ、ちょっとお前覚えとけよ、お前、お前のおやつ食べてやるから。よし、前にベビーマリオ赤コーラ持っているんだけど、とりあえずシールド貼っとこう。うわ、これはまっすぐ行きましょう、もうダメダメ。オッケー、今のうまいでしょ、赤く見たらコーラー、緑コーラーテンパりすぎてるあのコーラがなかったら負けてた、あぶねー。はい、ということで見事勝ちました。最後のレースドキドキハラハラやばかったねあーよかった。はい、ということで、さあ 200cc で、ようやく2つ目攻略完了です。なんとかね、ノーコンティニューフィニッシュみたいな感じだったんですけど、意外とやっぱ苦労しましたね、ほんと。よし、ですけどやはり俺の敵ではなかったということで、ベビールイジ最強、ベビーベビーベビーが1位2位3位だね、ほんと。子供たちに負けんなよおめえら、まあ、子供はゲームうめえからな、ほんと。よし、ということでご視聴いただきましてありがとうございました。マリオカート8デラックス 200cc まだ残っているのはたくさんありますけど、やっていきましょうか。まあもちろん冷凍もでちょこちょこ挟んでいきますので、よろしく。それではまた次の動画でお会いしましょう。あとぽよ。